皆様こんにちは。カイロ大学卒業日本語ガイドのナースルと申します。どうぞよろしくお願いいたします。カイロ中心にある考古学博物館、目の前に革命が起きた場所タハリール広場がございます。完全に安全で落ち着きました。広場や博物館などのエジプトの観光地、すでに世界中のお客様がいらしています。博物館の入り口から入っていただきますと、エジプトの代表的な聖なる花ハスト・パピルスが見えます。博物館の建物、エジプトの宝物の一つになっています。1901年の時ができました。この博物館2階建てになっています。1階に時代順の宝物が展示されています。2階まで上がっていただきますと、ツタンカーメンの宝物、ルクソールの王宮の谷であるツタンカーメンのお墓から発見された宝物すべてこの博物館の2階に展示されています。その宝物の中でツタンカーメンの黄金のマスク、世界一価値の高いものでございます。50年前に日本に行ったことがあります。そのツタンカーメン自身が日本人のお客様に来てくださることが心からお待ちしています。皆様どうもありがとうございます。